です。本日はね、ちょっと今まで上げてなかったマップをね、上げてみようかなと思います。お願いします。オーバーウォッチ難しいですよね。結構後ろからも前からもお邪魔が入って B がなかなか取れない。今回はどうなるでしょうか。味方は誰も来てくれないのか、誰も来てくれないのか。お、来てくれた一人。 OK、 ナイスナイス。 OK、結構ね、ここ、おー、ちょい後ろか。うん、ここね、C4 は私使わないです。距離が長すぎて、B 守れないんでね。ここは攻め手に変えますね。で、ここのマップはね、B を中心に、まあ、両サイドがね、対象になってる形のマップなので、うん、どちらが A 側が有利とか C 側有利っていう、危ねえな今のも、うん、感じではないですよね。おーっとプレデター、オッケー。なので私がね、いつも気にかけてる、このマップをやる上でドミネーションをやる上で気にかけてるのは、敵がどっちサイドにいるのかをね、常に確認をして、どっちから敵が大体攻めてくるのかっていうのをね、これもグレネードのおかげですよね、こういうのができるのは。うん、C4 だとなかなかね、投げるって B の中心までいかないんで、ここはちょっと、うん、セムテックスの頼りになりますね。OKOK。でね、まあ外人さんのロビーでしか通用しないとは思うんですけど、こういうどちらのマップ、どちらのね、A サイド、C サイド、どちらも優位不利があんまりないマップだと、先に敵の心を折ってしまったチームが勝ちます、基本的にはね。なのでもう3点をがっちり取りに行く姿勢を常に保つことで、敵がね、なんて言うんでしょう、うわーこいつらすげえ突っ込んでくるから、こんなとこで B とか行ったら死にまくって KD が下がるって思わせることが大切なんですね。そうすると勝手にイモってくれる、イモり始めてくれるんで、うん、もう敵の心を先に折ってしまうっていうね、がっつり攻め込んで。今センチュリーが、おっとは煙の中からこんにちはですね、ちょっと全く見えんかった。なのでこういうチャンスがあったらすぐ3点を狙いに行きます、私は。まあ取れないことも多いんですけど、今回はどうかな。取れた、 OK。 そうだね、うん、このマップは結構、このマッチはね、このロビーの連中は結構比較的旗意識の強い人たちが集まってるんじゃないかなと思ったんですけど、全取りが続いてるな。もう心折れちゃったのかな、早くねえか、もうちょっとあがこうぜ。 OKOK。 でもすぐ A に向かいます、私は。B をね、守ると言っても、ちょっとグレネード飛んできそう。あーっと、うん、ちょっと判断ミスでしたね、今の。B を守ると言っても、直線距離が長いので、まあ結構ね、上の方から、守りやすいっていうのもありますよね。なので、私 B に張り付いたりはしません、基本。A か C に常にプッシュをする形で、敵の心を折りに行きます。やっぱり今みたいにね、 B 取ってないのに B の周りでキルを稼ごうとする人たちが出てくるんですよ、絶対こうやって3点を常にプッシュし続けるとね。まあキルストで挽回しようかなと思ってるのかもしれないですけど、うん、キルじゃないんでね、ドミネーションはね、キルは旗を取ったり守ったりするのの、まあ負荷でねついてくるもんなんで、まあこうやってガンガンね、味方と一緒に旗に入る。けい、ああ見えない見えない。OK、ダメか、やっぱりダメか。まあ A は取ったぞ。B 入るか。A が危なそう。OK OK。C に行こうかな。C に行こうかな。ああちょっと厳しいか。うん。まあ、MP5 もね、無事キーになりましたんで、次は UMP の番かなとも思ってるんですけど、B が危ないか？ B が危ないか？ OK、OK。
EMP 食らっちゃったんでね、これどっちのサイドで湧いてるのか分かんないの辛いですよね。なんで湧いた方向と逆の方面に私はいつも行くようにはしてますけど、まあ敵が多いのでね、すぐ死んじゃうケースも多いです。本来ならば B が本当に熱いマップなんですけどね、敵がもう心が折れてしまっているみたいですね。あー B や、投げててよかった、いてー。やっぱりこういうマップはね、取ったもん勝ちなんで、もう先にガンガン取りに行く、で点差広げてそのままゴールインって感じのね、流れが一番いい。 B に入ってますね。 OK、 セムテックスの強さですね。 OK、 OK、C4 だとね、天井に張り付いちゃったりしてうまく投げられないんですよね。なんでここは本当セムテックス様々です。 P は大丈夫かな。じゃあ味方が薄そうなこっち側でいきますか。 OK、 OK、 いやーもう一人来たか。 OK、 OK、 ナイスナイス。味方の方が破壊力強いですね。やっぱりね、自らね取りに行かないと、味方のね心が先に折れちゃうとですね、もう援護に期待できなくなっちゃうので、援護はねバックアップしてくれなくなっちゃうんで、もう私がね最前線、常に最前線で旗を取りに行く姿勢を保たないとね、試合に勝てないんですよね、絶対にね。やっぱりドミネーションとかね、オブジェクティブルールのマッチをやる上で勝たないとね、私面白くないので、いくら KD が良くても負けるとね、本当に気分が悪いで、まあやれるだけのことは一人でもやりますっていうね、プレースタイルは貫いていきたいなって、こういうところでも OK、もう C をガンガン攻める、ガンガン攻める、 OKOK、 いい、ありがとうジャガーノート、ありがとうジャガーノート。いやー動けない。厳しいね、厳しいね。 A 取った、 A 取った、 P 大丈夫かな、 P 抜けていこうか。 OK、 グレネード作敵、 OK、 じゃあ A に行きますよ。あれそっち一人抜けてったんじゃない、 OKOK、 セキュアリング A、 いいね、こういう見方ですよ、こういうのね。残念ね、ああいう風に定点で置いて待ってる人が出てくるんで、心が折れるとね、してやったりって感じですね、私にとっては。好きにやりなさいっていうね。 KD なんてね、もうただの自己満足の張りごてに過ぎないので、私 KD1 切ってる人でもね、私より上手い人知ってますし、なるべくね気にしないでやっていきたいですよね。おお、危ない危ない危ない、巻き添え。ついてねー。ってことで、勝ちましたね。圧勝第200対191。ラスキルは、あ、俺か、さっきのですね。この後死んだのは内緒っていうね。ってことで、まあ、今回は45キルの22です。4100ポイントでゲーム終了です。また次の動画でお会いしましょう。失礼します。